自動で決済されないから決済忘れある。そうだよね。それはもうみんなの協力プレイだと思うので、みんなで助け合って決済を忘れないようにしましょう。コンサート前でユハに会えるの最後。ああ確かに、そっか、そうなのか。16、17の公演が今出てる公演でとりあえずないんだ、その後が。そういえばそうだ、日向さんの卒業公演以外。そっか、じゃあしっかりこの土日でユーハを目に焼き付けて行ってくださいね。そっか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 しか出ないけど、そっか、めっちゃ忘れてた。全然もうなんか公演が当たり前に毎週あると思ってたから、一旦なくなるのか。今月新潟行けなくて大丈夫だけど、また会いに来てね、絶対に。忙しいんですよね。コンサートに注力してください。はい、めちゃめちゃ集中します今日もコンサート、今日もリハーサルをしてきたんですけど、久しぶりに、今日なんだ、久しぶり、夏ぶりのコンサートリハで、なんだ、なんかそう、なんかまた懐かしい気持ちになっています。あの時こうだったなとか思い出すことがたくさんある。そして疲れ果てた髪の毛をしていて申し訳ない一日頑張った髪の毛してる。もう前髪がさ、夏よりは余裕持ててますか？夏よりは余裕持ってますよ夏はね、夏は結構頑張っ、夏ってやっぱフェスとかもあるからすごい大変だったし、あと初めてのなんだろう、初めてのちゃんとしっかりと参加させていただくコンサートだったから、すごい覚えること大変いっぱいあるんだなって思った記憶があります。県民会館はですね、ツアーの時も立たせていただいてるので4回目かな、日数的には。そうだね、去年の今頃は初フェスでしたね。そうですね、アイドライズフェスに参加させていただいてましたね。
懐かしいね、1年も経ったのか、もう早い。だってもう今3月に入っていることが信じられなくて。信じられますか？3月だよ。なんかあっという間すぎて、いやまだ1月とかの全然気分なんだけど、やばくない？1月、なんか1月後半とかで全然感覚は止まっている。そうなの、3月ももう半分終わる。そうなの、怖くて、それがありえない、ありえなくないんだけど、ありえなくて、あっという間に4月になって、私たちはイーハは NGT の活動をしているわけだけど、もう周りのみんなは大学2年生とかそういう2年生系になるってことじゃないですか。って思って、そして20歳になるっていうね、やばいよね。充実してる、もう本当にそう、もう本当にそれでしかないんだけど、毎日楽しく過ごしてるから早いんだなってしみじみ感じます。リリカさん高校生じゃん。リリカ高校生か。でもね、リリカが高校生かはなんかあんまりびっくりしないんだよね。リリカってやっぱ大人っぽいから、ずっと最初からなんかいつも高校生でも、いつ高校生って言われても納得しちゃう。そうなんですよ、ユーハって20歳になるんです。でもなんだろうな、 NGT にいるとすごくなんか子供扱いをされるけど、普通に生きてたら結構大人っぽいねって言ってもらうことが多いんですけど、なぜでしょうかね。あ、わかる。もっちゃんの JK 卒業も違和感ない。それは本当にそう。もっちゃんはね、もうなんかお姉さんですよね。黙ってるとポンコツバレないから。いやでも黙ってるからとかじゃなくて、普通に普通に過ごしてて、美容師さんとかにとか、なんか行った先のなんかそういうところで大人っぽいですねって言われます。落ち着いてますねって言われる。大人っぽいですねとは言われてないのか、もしかして。でも割と大人っぽいって言われて生きてきたから、そういうもんだと思ってた、自分のことをね。自分は大人っぽいんだなって思って生きてきたけど、なんだろう、甘える場所があったらそうではないのかもしれない。いやでもそんなこともないか。うん、落ち着きはあるでしょ。あ、嬉しいです。おしゃべり会も話しやすい、嬉しい、よかったです、そう言っていただけて。
ウェイとかやったことないでしょ。ないないない、ウェイはやったことない。ウェイは乗り方もわからないしって感じ。たまに赤ちゃんだけど、そんなことないよ、そんなことはない。次におしゃべり会あったら行きます。やった、待ってますね。うん、ギャルではないけど、センス、なんだろう、根に秘めてるギャル部分はあるかもしれない。派手なものとかは好きですね。次こそおしゃべり会やったらゆはちゃん撮る。ありがとう。おしゃべり会もね、したいですね。ゆはの握手ってどんな感じで、いや、それはゆはも分かんないですね。まだやったことない。なんかどうなんだろうって考えることあるけど、どんな感じなんだろう、全然想像できませんけど、楽しいんだろうな。おしゃべりだけでも楽しいけど、握手できたら幸せですもんね。ゆは握手会楽しかったから。お宅に優しいギャルでいてください。はい、もちろん、あの全然ギャルの部分、あのイエイって感じじゃないのでそういう感じじゃないから大丈夫。わかんない、ギャルの定義はなんだろうね。ギャルではないことは確か、多分ね。でもスマホケースとかはよくなんか言われる。ギャルだねって言われたスマホケースはこれ、キラッキラのスマホケース。今もまだ派手なやつですね。今は後ろになんかリボンとかハートとかなんかキラキラがついてる。だからこういうものは好き。でも結構なんだろうな、その好きなものの振り幅は広めだと思ってて、そういうなんかド派手なのも好きだし、なんて言うんだろう、ガーリーな感じのも好き。ランドセルにキーホルダーつけてた。ランドセルにはですね、グッズのキーホルダーをつけて投稿してました。衣装キーホルダーと、あとなんか普通に開くアクキーって何、
違う、アクリル、あ、いいのか、アクキーつけて学校行ってましたね。でもアクキーって裏がその何、裏裏が カバーされてないアクキーもいっぱいあるから、結構こうね、擦れると削れちゃってそのプリントがなくなるので、走らないように気をつけたり、走るときはここを押さえて絶対に摩擦を起こさないって思って走ってましたね。え、嬉しい、やばい、パーカー姿めっちゃやったです、ありがとうございます。そうなの、そう、それでも外さないの。アクキーの裏の顔してどういうこと、アクキーの裏怖い顔か、なんひーって感じ。そうなんですよ、いや外したくないよね、そこは。外せばいいのにって思うかもしれないけど、ユハも当時外せばいいかなと思ったけど、やっぱり外したくないなと思って外さなかったけど、いつかやっぱり外した方がいいんだなと思って外した気もする。あと、なんかランドセルのちっちゃいポケットあるじゃないですか、開けたところのここのランドセルのこっち側、開いたこっち側にも、あのなんか、なんだったかな、なんかポストカードみたいなの挟んでたし、このこっち側のちっちゃいポケット、何を入れるかわからないポケットにもいっぱいなんか切り抜いた写真とか、ランドセルってそのちっちゃいポケットのがちっちゃいポケットに小窓がついてるんだけど、その小窓からいっぱいボーって推しを敷き詰めてました。ランドセルは赤でしたか、何色だと思いますか。ユーハランドセルの色を言ったことないかもしれない、何色だったでしょうか、何色っぽい。水色、茶色、水色、水色、ピンク、茶色、水色、すごい、なんか三択、あ、緑もね悩みました。正解は茶色焦げ茶です。焦げ茶、そう、焦げ茶でめっちゃなんかお姫様みたいな周り、なんていうの、横とかそういう感じのランドセルでしたね。自分で選んだかな、全然覚えてなくて、その自分で選んだかどうかを。なんかその前にランドセルを自分でカスタムできるランドセルがあって、その時第一候補のランドセルは黒だったんですね。ランドセル、黒で、このランドセルのなんていうの、フレーム、縁、ここの周りの部分をピンクにしようとしてた。
今考えたら掃除しなくてよかったなって思います。でもなんか今ってランドセルもなくなってきてるみたいでびっくりした。ランドセルなんかなんだっけな、リュックセル、ランド、わかんない、ランドリュック、絶対違うよね。なんだっけ、なんかそんな感じの名前のやつがあって、そう今ってランドセルじゃなくなってってるんだみたいよ、どんどん。多分重たいからかな。でも確かにそう言われてみれば、最近のなんか小学生って黄色い帽子かぶってなかったりとか、黄色い帽子がみんなこのタイプの帽子とか、あとはそれこそランドセルじゃなくてなんかリュックとか、なんかいろんな時代が変わってるんだなって思いました。ランドセルカラフル、めっちゃカラフルですよね今のランドセルって。白とかさ、黄色とかもある。あとなんかブランドのランドセルとか可愛いなって思います。わかる、白強い。白ね、白しょっ痛い、しょってみたいもん、白いランドセル。めっちゃ可愛いよ。もし今自分がランドセルを選べるなら何色にしようかな。突然すぎる。すぐ配信やめるねなんて言ったのに、ランドセルの話で盛り上がっちゃう。ランドセルが今選べるなら何色がいいかな。でもやっぱ茶色で良かったのかなって思うけど、ユハの時代は何色が良かった。ピンク、ピンクと水色が多かったかな。あとはエメラルドグリーンの子とかもいたし、でもそのくらいか。そうそう、あ、そうなの、高学年になった時茶系はおしゃれでいいの。そうなんですよね、なんかその小学校6年生とかになった時に、あ、茶色にしてよかったなって思いました。今ランドセルを調べてみて。グレーとかある、すごい。白かわいい、めっちゃかわいい、いいな。白とかカーキとかある。なんかすごい、なんかこれすげえ、すげえぞこれは。ランドセルにリボンがポンってついてるランドセルとか、なんかこれはもはやランドセルなのか。すごいですね、めっちゃ可愛い。マリークワントのランドセル、値段がちょっとすごくびっくり仰天なんですけど、
あ、なんかブランドのランドセルってすごい初めて見たんだけど、可愛いんですね、こんなに。今選べるならね、悩むな。薄いピンクとか可愛いなって思った。でもなんかこの前お店かどっかで見て、あ、これいいなって思ったランドセルがあったんですよ。もうランドセルをしよう機会がないのにさ、こんな真剣にランドセル選んで、どうしよう、どうしたらいいかな。シャネルとか書いてある。そう、そういう感じ。シャネルのランドセルはね、シャネルのランドセルちょっと背負ってる小学生いたらびっくりしちゃうね。でもそういう感じで、ポール&ジョーとかもあったし、マリー・クワントポンみたいな、お花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 みたいな感じでした。かわいい。でも今物心ついたからそうやってブランドのランドセルだってわかるけど、小学校1年生の段階でさ、ブランドのランドセルを背負ってもそのブランドをし、なんていうんだろう、そのブランドの良さを小学校1年生で気づけるのかな。そうなの、マリクワのランドセルめっちゃ可愛い。マリクワ好きでめっちゃいろんなものを使ってるんだけど、ランドセル可愛くて今小学生になりたいです。今小学生に戻れるのであれば、マリー・クワントのランドセル買ってもらいます。使ってたランドセルまだどこか取ってある、多分ね取ってあると思う。あっという間に36分だ。いや、早くやめるって言ったの。今日は早く寝るつもりだったんですけどね。ちょっと早めにやめます。じいじばあばもびっくり。そうだよね。ぺちゃんこになってないの？ぺちゃんこになってないの。イハはね、ランドセルは綺麗に使ったので全然まだ誰か使えるくらい綺麗に取ってあります。9点の目代わりとか利用しますか？あ、目代わり買いましたよ。イハはまだやってたっけ、もう終わっちゃったかな。まだ買いたいものはいっぱいあったんだけど、1回だけ買ってて、シャンプーと何買ったっけ、あ、シャンプーとリップ買いました。あとカラコンも買ってみました。つける予定はあんまりないけど、なんかなんとなく買ってみました。でも全然何も届かなくて。まだやってるの？よかった。
みんなも目代わりしてますか？目代わりしてますか？目代わり買ってますか？何買うのかな？そう、カラコンイメージないでしょ。イメージないっていうか、今までつけれなかったから、今までつけれなかったというか、なんかつけ、まあ今これからも全然つける予定ないんだけど、いつかのために買ってみました。あと妹がカラコンするから買ってくれということで買いました。だからなぜかユーハは妹のカラコンを自分のと一緒に買ってあげてる。プライベートでもそうだね、つけないですね。なんか逆に中学生とかの時はカラコンしてたんですけど、突然カラコンをすることがめんどくさくなっちゃって、高校生、高1とかかな、カラコンデビューは早かったのに、あのやめるのもめっちゃ早くて、とにかく下手で入れられなくて、こんなに準備に時間がかかるならばもういいやって思ってやめました。あとよくすぐ寝るから、車の中とかいろんなところですぐに寝ちゃうので、目の裏に行ったら怖いなって。いろんな理由からカラコンはやめました。だからもう数年カラコンはしてなくて、はい、そうなんですよ。イーハはリップが届くのを待ってるんだけど、リップもなかなか届かなくて、ずっとワクワクしてます。リップも買ったら紹介、買ったらじゃない、届いたら紹介しますね。あと何買ったかな、何も買ってないか、とりあえずそれだけ買いました。あとなんかいつしかのメールで水を買うって言ってたんですけど、水はねもう一箱あったみたい。リップ真似しようと、本当嬉しい、嬉しい、そうやって真似してくださる方がいるのは嬉しいです。それはユーハのなんか夢の一つなのでコスメを真似してくれる。やばい、絶対にこれは12時になる。でも45分に、じゃあ45分にやめますね。水は何が好きなの？水なら真似できるので。水はね、あのね、そんなにこだわりはないです。水は何でも好き、軟水の方が好きです。男性で真似できるものありますか？シャンプー、わかんない、シャンプー、あとは何だろうか、 あとはイハのおすすめはリップスクラブ。
今日も好きです、ありがとうございます、嬉しい。あとなんだろうね、香水使ってる、香水は使ってます、たまに気分でメールでいいから同じの教えて。分かった、何なんか何を同じの教えようかな。あ、そうだ、みんなにもうこの時間に来てない時点で分かってると思うけど、今日はお休みメールが送れなかったの、ごめんなさい。書いたけど間に合わなかった、書ききれなかったです。明日また送ります。早くお酒お揃いして。なるほどね、もうすぐ二十歳なのでもうちょいとお待ちください。45分かな、45分になりますね。じゃあ誕生を読みます。13位ひかりさん、ありがとうございます。12位ゆきさん、ありがとうございます。11位ぎばさん、ありがとうございます。10位ひでひでさん、ありがとうございます。9位まっちんさん、ありがとうございます。8位わたるちさん、ありがとうございます。7位とうかさん、ありがとうございます。6位北村の定住水道橋博士さん、ありがとうございます。5位 N さん、ありがとうございます。4位てるてるもさん、ありがとうございます。3位風花さん、ありがとうございます。2位大関さん、ありがとうございます。1位りょうすけさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。44分、少しだったけど見れてよかった。こちらこそありがとうございます。少しだったし、ちょっと遅かった、遅い時間だったけど、ありがとうね。ゆっくり休んで、ありがとう。みんなもゆっくり寝てくださいね。ありがとうございます。じゃあゆははこの後ゲームにログインして、目代わりを最終巡回をして終わり、寝ます。お風呂に入って寝ます。じゃあ寝るねおやすみ、バイバーイ。